えー、皆様、こんにちは、木村よしこです。今日は二〇二〇三年十二月二十日水曜日ですね。今日、ちょっと遅く公開をしております。いつもより二時間、三時間ほど遅くなってしまいました。えー、今日はね、ちょっと。あのーえー、土曜日の公演会場、東京オペラシティ・サンワード貿易。四十三階ですね。こちらを下見してきました。ロケハンしてきました。その模様は、後ほどお届けしたいと思います。さて、今日のテーマは。 相場を動かす男チャレンジング上田日銀総裁と題しましてお送りいたします前のですね黒田日銀元総裁はですねまあ円の価値を半分にした男ですよね今度の日銀の上田総裁はですねチャレンジング上田 相場を動かす男と題しまししまてお送りいたしますもう上野さんになってからですねチャレンジング発言でですね為替が一気に、えー、ね暴国の150円台から140円台に10円以上もですね、動かしたわけですね。 まあなかなかよくやっていただいたと思います。150円ななんんかねとででもない値段ですよそれは輸出産業は嬉しいかもしれない外国人は嬉しいかもしれない訪日外国人を喜ばすばかりで私たち日常生活では値上げラッシュに苦しみインフレ相場に泣きました。まああのー、もちろん、ね、輸出産業は儲かった為替レートだと思いますけどね。 それにしててもも円なんてとんでもなんんととでいい思ますけど、ねまああのこの水準を10円以上もチャレンジング発言一言でですね動かした相当な力量のある上田さんこれから先が楽しみですよね、えー、今日もですねチャレンジングは一応行動目標として言っただけで相場を動かす意図はありませんでした発言でまた日経平均株価を500円近く動かしました。 なんかね、あのおしとやかな感じの日銀総裁ですけども、なかなかやり手な方だなというふうに思います。というわけでね、今日はチャレンジング、上田日銀総裁相場を動かす男、ここに注目してお話ししていきたいと思います。 さて、えー、チャレンジング、上田さん、えー、またねどんな発言が飛び出すことやらということでね2024年の金融政策決定会合の日程を押さえておきたいいと思います1月22日月曜日、23日火曜日、そしてですね、えー、基本的見解が1月23日、主な意見が1月31日、そして議事録が3月25日でございます。 ひょっとしたら FOMC よりも注目かもしれないですねものすごい為替を動かす力があるし発言一つで日経平均を500円近く動かすまあ上田さんのねこれから先の発言が楽しみでございます、えー、またね1月にどんな発言が飛び出すことやらということですね今日の為替日経平均を見ていきたいと思いますさて、えー、為替はですねドル円143円64銭 えこちらですね。こんな足取りなんですよね。で一応はまあこの反発して円安方向に反発はしてるんですけどね。もうねだいぶこう山は見えたなと思いますね。この高値とこの高値結んでいただきますと、まあ、これからやっぱりですね、ちょっとね反発があったとしてもまあなかなかですねこのかつてほどの円安にはなりにくい。 そんな状況が見て取れるのではないでしょうか、まあ、決してですね円安方向の足取りではないと思いますねなのでどこかでねやっぱり日銀の上田さんのチャレンジング実際発言が出てくるかもしれないですよね、まあ、そんなにね円安は進むような足取りには私には見えないんですけどね、まあ、ちょっとした反発があるかもしれないけど円安方向に反発があるかもしれないけど そうそうはあね円安一辺倒ではない足取りに見えますよ皆様にはどのように見えておりますでしょうかねこれをビロンチョーンと伸ばしましょうシャーねまあこういうところもあったんですよねでこうなりましたでこうなりましたでちょっとね円安方向に足取りがあったとしてももう一回ねえー、こっちらを 円高方向に行くそんな足取りに見えて仕方がないんですけどねまあ私はねあのもちろんね円安水準が進みますと、えー、輸出産業は儲けの額が大きくなったり訪日外国人は嬉しい日本でのお買い物っていうことになるんですけどね何も外国人ね日本に来る視力があるんですからそんなねあのお買い得セールしてあげることないんですよ。 我々ね日本人があこのインフレで困ってるのは円が安いために輸入物価が値上がりしてるっていうそういう状況なんですよね。ですから国民のインフレ状況を収めるためにはもう少しね為替水準が円高方向に行った方がいいと私は思っております。えー、生活を少しゆとりあるるるものにににするためには輸入物価ががこんなな上がるような 円安でではいいけけなわす、まあ、もちろんね元日銀総裁の黒田さんみたいにたっぷり給料をもらう人はいいんですよだけど民間人の所得は伸びてないんですからインフレがあまり進むのは私はいかがなものかと思っていますのでぜひチャレンジングウェルさんには頑張っていただきたいなと思っています。 えさて月曜日のねえ木村や子の気になる銘柄では日経平均もねなんかよくわかんない足取りだけども先物を見るとそんなに、ね、急落足という状況ではないですからえ、まあ、いずれ反発するでしょうというお話をさせていただきましたが、まあ、上田発言チャレンジング、上田の発言が効いてですねえ今日は456円,、ね、45円、55銭ほど上がってます。 上田さんの発言でこんなに相場がねパッと明るくなったわけですね上田さんもう本当に素晴らしい、えー、チャレンジング上田もっと頑張っていろんな発言をしていただきたいなと思っております日経平均株価の足取りを見ますとですねまあ、もうちょっとね上を見てもいいかなと思うんですけどね何しろ個人投資家の資産は狙われていますよ何しろ 岸田首相が外国人運用者に日本人の資産はこんだけあるからどんどん外国人を運用して成果を上げてくださいって言っていたんですよね。なのでもう手ぐすね引いて日本の家計のたまりにたまっている、ね、1000兆円クラスの現金を狙ってるそういう外資はいっぱいいますからね。 私たちは浮かれてばかりはいられないんですけどね。まあ、でも、今日はよしよし、四百五十六円、五十五銭ほど上がったんで、私としてはね。まあ、こういう高値に浮かれずに、しっかりとね。年末年始を見据えて行動していきたいなと思っています。まあ、あ現物が上がった結果、先物はちょっとおとなしくなってますからね。転がされてはいけないと思いますね。えー、もう少し高値はあるかと思いますけど。 転がされない用心はしていただきたいと思っておりますさて、えー、今日はね東電が大飽きないだったわけですけどもそういう時はねこういうね周辺銘柄に目を向けていくといいと思います東京エネシス1945ですこちらはですねテクニカルではみんなね上向きですよねで1032円5円高でした、えー、PR は14.1倍 PBR は0.53倍割安感ありますよねそして配当40円なんですけどもこれが1032円と比較しますと3.88%時価総額がおとなしいです何してる会社かと言いますとこのエネルギー関係のねインフラの整備ですねそして再生可能エネルギーの設置設備もやっているということですね。まあ、こちらの会社 各指標、ですね売上高、経常利益、最終利益、1株純利益、えーまあ、安定的に伸びておりますので、まあ、このね、東京エネシス、注目したいと思います。そしてこちらのホームページを見て、ですね東京エネシスのこの概要ですね、事業概要。 ここを見ていただきますと、より具体的に分かりやすいかなと思います。火力、原子力、水力発電、変電所、化学プラント、工場、ビルディング、環境関連設備、一般家屋等の機械設備及び電気設備の企画、調査、設計、施工、管理、 ここんなところに注目したいですね。そして情報通信システムエレクトロニクス設備の企画調査設計そして施工土木、管路そして空洞および建築工事の設計施工ですから、まあ、やっぱり東京電力の仕事をしながらですねインフラを整備していくという事業内容となっております。東京エネシスコード番号 45ですねこちらにご注目いただければいかがかなと思いますね PBR0.53 倍は割安ですもんねで40円配当でこの1032円だから10円、えー、この1000円で、えー、100株買える感情ですから10万円ぐらいですねまあ、この度々買い増ししていくのにふさわしい銘柄ではないかなというふうに思いますね、えー、この東京エネシス1945チャートの格好もね おとなしくて、えー、上向きそんな傾向ですからあぜひねご,ご研究いただければと思います。えー、こちらはですね、えー、金沢公園で、えー、お話しした銘柄ですね大福です。えー、こちらのなぜ注目したかの理由なんですけども、まあ、私はあの金がねローツェという会社に注目しておりましてえー、2月8月の決算の2月に あるいは8月に分割発表してくれたらいいなと思って見てるんですよね。で大福もですねこのいろんなもの物流のねいろいろなこう自動化の得意な銘柄なんですけども、えー、今回ですね半導体精密機器のこの搬送をね、えー、手掛けるということでそこに注目いたしました。まあ、何ししろローセはは、ね、めっちゃゃ高いじゃないじななででですかなのの大福はもう分割を消化し終わりつつあるので 大福の方がチャート的にはね買いやすいかなと思って値段もね二千八百九十二円五十、えー、銭今日は七十七点五十銭ほど上がってしまったのですけれどもそれでもねローセと比べるとねまだ買いやすい価格帯ではないかなと思いますでこちらのね大福の足取りを見ていただきますと、まあ、ちょっとねこのね、えー、経常利益とか最終利益ですね一、まあ、株純利益はね頑張ってるんですけども配当三十円予定なんですが あのチャートの格好もこの消化を、えー、分割を消化して出直っていきたい一角にあると思いまして、えーまあ、業績には若干ねまだ課題は残ってますけれどもいいんじゃないかなと。 思っております買いやすい値段帯ですよねローセと比べると半導体機器のこの搬送に関しましての業務でローセと比べると買いやすいなというふうに思いますただし、まあ、人気のある銘柄ですので PR e は26.5倍 PBR も3.24倍ちょっとねあの割安とまでは言えないような人気ぶりですで配当利回りはね地味な数字ですね1.28% 三十七円の配当ですからね。そして、時価総額はね、そこそこ大きいです。一兆九百八十七億円というところですね。さて、これからね。あの土曜日の十二月二十三日土曜日の朝十時から六十分。担当させていただく。私の公演の会場。ロケハンしてきましたので、ご一緒にね、ちょっと見ていただければと思いますよ。さあ、ロケハン行ってきました。 こちらがですね京王新線の初台の駅を降りてオペラシティ出口のねところを取ってきましたのでこのねオペラシティ東口というところに出ていただくとこのねオペラシティの方に行く道筋が見えてきます。でそここでで今度2階に上がっていいくということうすね ぜひお間違いのないように、えー、オペラシティ出口に出てくださいねよろしくお願いをいたしますオペラシティ出口に出ると2階に上がると、えー、さてですねこの d というねエレベーターで43階で降りていただきますとこちらがサンワード貿易さんのね会社の入り口となっております43階で降りていただいてそして こちらのサンワード貿易さんの受付入り口からセミナールームに進んでいただくといいことになっておりますで、いつもですと私が登壇させていただくのは、えー、その日本証券新聞社さんだったり取引所さんだったりそして、えー、どちらかというと情報産業の方が多いですよね新聞社とかで取引所さんですとか だけど今回はサンワード貿易さんというね民間企業さんですので、まあ、こちら証券部さんが主催されているものですので私の講演の後にその証券部の方が、えー、金の etf などのご説明が45分ほどあるということですでその後私の講演に対する質疑応答を受けするという式次第となっておりますであのまあ,あ こうした民間企業さんの営業体と関わると、まあ、いろいろ営業電話がかかってくるんじゃないかというご心配があるかと思いますのでそこはきっちりと打ち合わせをさせていただきましたで、えー、お客様の方でですね、えー、望まない電話が頻繁にかかってくるのを嫌がるそういう方もいると思いますので メールで例えば今度こういうセミナーがありますとかこのサンワード貿易ではこういう商品を扱っておりますとかそういうご案内はあるかもしれませんけれどもあの望まない営業電話がしょっちゅうかかってくるようなことがないようにお願いをしてきました。でお客さんのの方でで選べるそうです例えば何かのお電話が えー、もししてもよろしいのであれば、えー、2週間に1回とかお客さんの方で選んでいただけるようなアンケート式次第なアンケート記述内容になっているということです。でもしも、えー、意に沿まない、えー、そういう営業があったならば、えー、私の方に言っていただきましたらばお願いをして、えー、そういうことがないようにお互いにね信頼関係を結んで、えー、しっかりとしていきたいと思っております。 ええぜひね楽しいセミナーの日になりますようにわ、えー、私,私も責任を持って努めていきたいと思いますのでどうぞお申し込みのほどお願いいたしますでウェーブと来場型両方ありますのであの会場はもう東 東京新宿の高いビルですから一望できる眺望のいいところでちょっとね広すぎてね私はこじんまりやりたいなというのが希望なんですけどちょっと広いんであんまりあの大勢さんがいらっしゃらないでもうちうちでできるようにということを願って、えー、あんまり大規模にしないようにっていうお願いもしてきましたのでぜひ、ね、気軽にお越しくださいさてえ今日のタイトル「チャレンジング上田 いやなかなかですねこの方はあの、ね、したたかっていうか頭がいいというかね、まあ、周りの,あの政治家の方たちの途方状態と比べるとねもう段違いの方ですよね、もうすごいこのもう精密なあのこの情報判断力でもってですねそして、スコーンと抜けたですねこの賢さでですねいろいろな記者の問いかけにもうまくこうねいく感じですよね。 だからね、あの上田さんはあの前の黒田さんと違ってです、ね、また違う日銀の、ねえー、政策を打ち出してこられるんだなということで、楽しみですよね。来年どんな チャレンジング上田法が打ち出されるか、もう本当に楽しみだと思います。だって為替だって十円動かすんですよ、十円以上。そして株価だって五百円近くね発言一つで動かすんですからね。まあもちろん上田さんはね、そうした意図は全くないんですけど、市場の方がですね、その上田さんの言葉にバーッと反応するわけですね。いやなかなか楽しい日銀総裁だなというふうに思います。F X やってる方も、えー、株価をおね。 株価興味持って見てる方も、上田日銀総裁に大注目ですね。もう岸田さんなんてもうね、霞んじゃって、この上田さん、この方をウォッチしていくといいのではないでしょうか。frb のあのパウエルさん、わけのわかんないね。もうなんか、あの frb の人たちのわけのわかんないポジショントークか。なんかよくわかんないけど、もう上田さん一本でね。<laughs> 観察すると、相場もわかりやすいんじゃないかなと思います。 上田語録しっかりと研究してですねチャレンジング上田相場についていきたいなというふうに思います。というわけでね、まあ、あの12月23日が私の公演納め、まあ、今年の公演納めその後はねもう教室でね、えー、忘年会をやってその時に,、えー、っとにっ西日暮里のアルハンブラっていうねスペインバルがあるんですけどそこでねソロを踊るわけです。 で、この出てくる順番を見るとね。あなんか先生的には先生がね。この出る順番を選ぶんですけど、なんかこうなんかちょっとこう。8分しなければいけない。出る順番だなと思いました。まあ、最初ね。パーっと華やかな人を出して、その後ちょっとイマイチの人を出して、そしてその後どんどん優秀な人を出していくっていう配分だと思うんですよね。まあ、私の出る順番というのはもうご想像にお任せいたします。 えー、12月23日はオペラシティでしっかりとおーね今年最終公演を務めまして1月16日は丹波笹山2月の20日は名古屋に参りますえー、またねぜひ皆様よろしくお付き合いをお願いいたしますチャレンジング上田相場頑張りましょう